長嶋は今日ホームランを打つよと言っていたヤクルト野村監督。3回はその長嶋から。長嶋の第1打席は監督の予言通りにはいきませんでした。ヤクルトはこの後阪神先発の湯船を攻めてフォアボールとヒットで2アウト3塁1塁。3番レイ、飯田が先制のホームを踏みます。4番広沢、真ん中高めのストレートでした。ホテルを出るときから気合が入っていたという広沢の17号スリーランホームをヤクルト4対0とします。ヤクルトはさらに4回ワンアウト1塁で長嶋。初球のスライダー、今日もゲームに出してもらえたし、これでドーム以来のモヤモヤが吹き出ますという長嶋の3号ツーランホームで、ヤクルト6対0とリードを広げます。ヤクルトの先発オバノはカーブとスライダーのコントロールが良く、完封は逃したものの阪神戦3連続完投勝ちで4勝目、ヤクルトが6対1で勝ちました。